ショート管理空手道二世界の中島です。今回は家でできる蹴りの抱え足引き足の練習を行いたいと思います。緊急事態宣言により現在練習を行えない地域があると思います。家でもできる蹴りの練習、特に抱え足と引き足の練習を行いたいと思います。カバンなどを利用して、だいたい膝ぐらいの高さになるものを用意をしてください。それで、抱え足、引き足の練習をしてみてください。誰か、兄弟とかお父さんお母さん、四つん這いになってもらってやるのも効果的です。次に横蹴り、蹴上げをやりたいと思います。カバンなどを利用して抱え足引き足をしっかり取ります。蹴った時しっかり側頭になっていることが大切です。あとついでに肩の時裏拳が入ると思います。その練習も行ってもいいと思います。ここで蹴った時、引き手が離れる選手が多いです。同時に引き手を離さない練習。あと上体が横に行かず、なるべくこのままの状態で蹴れるように練習をしてみてください。家で少しのスペースでできる練習を紹介しました。でもこの今日やった抱え足、とても大切です。肩の試合や試験、必ず見られる場所です。しっかり練習をして習得をしてください。